八木ジ郎は、テレビ番組司会者。元 NHK アナウンサー。東京生まれ。幼少年期を、現在の千葉県、香取市で過ごした。千葉県立沢田中学校から、陸軍士官学校を経て1949年。東京大学文学部中国文学科卒業。同年 NHK に入局。同期入局には、小川博士、大塚利平、福島幸男。 大阪都明がいる。熊本長崎勤務を経て、1953年に、ラジオの音楽夢比べで、本格的にアナウンサーを開始。報道、芸能、社会番組などを担当。人気クイズ番組、私の秘密では、高橋慶蔵が NHK を対局し、フリーになってからは、公認として1962年から4年間司会を務めた。その頃から、 派手さはないが、ムード派のヤギと呼ばれるようになった。1965年11月に NHK を対局し、フリーとなり、翌1966年1月から、毎日放送制作番組、ヤギ次郎賞の前身である、ウィークエンドモーニング賞の司会を務め、民放モーニング賞の先駆的存在となる。その他にも、万国びっくり賞、人に、 歴史ありた数々のテレビ番組の司会、野生の王国のナレーションなどを務めた。1983年4月16日の八木次郎賞い,い朝8時出演後、福岡市内の会社からの依頼で大阪から福岡へ出張。翌17日に市内のホールで開かれたパネルディスカッションのパネラーの一人を務めた後、中洲の料理店で 陸軍士官学校の同期生3人との食事中に突然倒れ、市内の病院に運ばれたが、蜘蛛膜下出血との診断を受け、人工呼吸等が施されたものの意識は戻らないまま、翌日の夜に死去した。57歳ボーツ。倒れた日と同じ日に、MBS 制作番組、アップダウンクイズの野村啓事と、ペアで回答者として出演。番組は4月上旬に、 収録が放送され、同番組が最後のテレビ番組出演となった。翌週の同番組では、司会の小池清氏が、ヤギの休止に関してのコメントを読み上げた。同月23日に放送された、いい朝8時のヤギ次郎追悼特集では、ヤギの妻のヤギ和子と小川博氏が生出演した。また、 ヤギの生前に3ヶ月分のナレーションの収録を終えていた野生の王国についてはそのまま放映が行われ番組の放送中にヤギ次郎氏は4月18日に亡くなりましたとの胸のテロップが付された。なお野生の王国は小池清氏がヤギの公認ナレーションを務めた。ありがとうございます。